どうも皆さん、こんにちは。中世大好き、こいこいです。皆さんは中世の鎧といったらこの画像のようなものを思い浮かべるのではないでしょうか。ゲームや漫画でよく見るこのプレートアーマーですが、当時の中世の人たちにとってはどのような価値のあるものだったのでしょうか。一見すると動きにくいイメージがあるこのプレートアーマーを着て、エルデンリングやベルセルクみたいにかっこいいアクションを繰り出したのでしょうか。今回はそんな中世後期に登場したプレートアーマーのリアルについて簡単に解説していきます。それでは早速実際の中世の世界へ飛び込んでいく。実際のプレートアーマーはどのような性能を誇っていたのでしょうか。皆さんのイメージでは重い、硬い、動きづらいといったものではありませんか。しかし考えてみてください。実際に命のやり取りをする戦場で体全体を動かして戦うのに、重くて動きづらい仕組みというのはあまりにも不利ですよね。つまりこのイメージは半分ほど正解という形になります。まず重さについてですが、15世紀のものでは内側に着込む鎖肩びら、チェインメールを含めて30から50キロほどの重さとなっていました。現代のもので例えると電動アシスト付きの自転車であったりとか、一般的な成人女性の平均体重ほぼ同じですね。しかしながら加工技術が高度になっていった16世紀頃では鎧の軽量化が行われており、内側に着込むものを含めて約20から30キロ前後と言われていました。これはビール瓶1ケースと大体同じぐらいの重さになります。大きくと軽くなった感じがあまりしませんが、実際は装着される部位に重さが分散される仕組みとなっていました。そのことから動きづらい印象があるプレートアーマーは、訓練された兵士であれば十分な運動性能を発揮できました。よく聞く話として、戦場で転ぶと起き上がれないほど重いというものがありますが、これは実戦用の鎧ではなく、当時のスポーツでもあった馬上で槍を用いた戦いを行う試合があったのですが、これで使われるプロテクターとして発展した鎧の場合のことを言っており、そちらの鎧は身を守るプロテクターとしての側面が強かったため、衝撃に耐えれるように装甲を厚くしていたのに加え、可動域が狭く設定されていたこともあるため、試合用の鎧は落馬すると自分で起き上がれないということが多かったようです。そもそも戦場で転んでしまって起き上がれないというものを着込んでいったら、ろくに運用ができませんよね。むしろ甲冑を着たままで泳ぐ方法や馬に飛び乗ることもできたという話もあるみたいです。そういったことから、実際のプレートアーマーはかなり運動性が良かったと言えますね。次に防御性能についてですが、プレートアーマーを見てみると曲線が多いことがわかると思います。この形状により敵の斬撃を受け流すことが可能になっています。つまりプレートアーマーに対して斬撃はあまり効果がないということになります。一つ、突きの攻撃を試みた場合は鎧の中心部分を狙う必要があり、これはかなりの技術を求められました。また敵が放つ矢も防ぐことができたといいます。これだけ見るとプレートアーマーには全く隙がないように見えるのですが、弱点はあります。それは打撃とクロスボウによる攻撃です。プレートアーマーは体に密着している作りのため、打撃による衝撃がダイレクトに伝わってきます。またクロスボウは弓よりも貫通力が強く、プレートアーマーの装甲を貫通できたと言われております。このあたりはゲームでいうとキングダムカムデリバランスやチバルリーなどで忠実に再現されていますね。気になる方はぜひプレイしてみてはいかがでしょうか。このように非常に強力な性能を誇るプレートアーマーですが、実際の価格はいくらぐらいだったのでしょうか。先日の通りプレートアーマーは時代が進むにつれて加工技術も上がり、より強固により軽量になっていきました。しかしその分作るのに必要な費用も莫大になっていきました。一説によると、ゼロから一式の作成を鍛冶屋に依頼した場合、装飾のない質素なものでも
現代の価格で100万円、装飾をつけた豪華なものだと2000万円ほどにもなっていたそうです。めちゃくちゃに高いですね。現代の感覚だと一般家庭向けの自家用車や高級スポーツカーを買うようなものです。そういった経緯から新品のプレートアーマーを都度発注していたのはごく限られた裕福な貴族や王族に限られていました。そのため一般兵がプレートアーマーを着用する場合は戦場で漁った略奪品などが多く、それすらない兵隊は革を加工したレザーアーマーや鱗のように金属の破片を生地にすり合わせたスケールアーマーなどより安価な鎧を着用していました。またそうではない裕福な貴族なのであっても親から子へ鎧を受け継ぐことで費用を抑えていたこともあったようです。しかしながらプレートアーマーは体に密着している作りになっているので少しでも体に合わないと全身が靴ずれのようになってしまうため、つどつど着用者の身に合わせて改造して使い回していたそうです。かなり高級なものになっていますが、当時の騎士たちにとってこのプレートアーマーのさらに上を行く価値を持ったものがありました。それは軍用馬です。なんとその価格は鎧の5倍ほどあったようで、約1000万円以上もかかっていたようです。高すぎ、あまりにも高すぎるプレートアーマーですが、逆にそれを準備できるということはその王国や貴族にそれだけの財力があるというステータスにもなったと言われております。では実際にプレートアーマーを相手にしていた当時の兵士たちはどのようにしてプレートアーマーを攻略していたのでしょうか。先ほども少し触れましたが、プレートアーマーは体に密着している作りになっているため打撃が非常に有効です。またクロスボウでの射撃も有効であると言えます。さらには運動性がいいとはいえ重心がやや上になる作りになっているせいで転倒した際は起き上がるのに多少時間がかかります。関節部などは装甲で守れていないこともあり、転倒させての殴打あるいは関節部への攻撃も有効であると言えます。しかし目まぐるしく情勢が変わる戦場でいちいち武器を切り替えて打撃と斬撃を使い分けるわけにもいきませんし、素早く移動する馬上の敵を引きずり落とすことも難しいと思ったそこのあんたにお似合いの武器があります。それはハルバードとポールアックスです。これらの武器の特徴は斬撃、刺突、打撃を繰り出すことができる多機能さと非常に長いリーチにあります。先端にある鍵爪の部分で相手を引っ掛け引きずり落とし、高い質量に物を言わせた打撃か関節部を狙った刺突でとどめを刺すことが当時非常に流行っていました。ゲームで言うとフォーナーというゲームのローブリンガーというキャラがこのポールアックスを使って戦っており、そのモーションからも当時の多機能ぶりを存分に伺うことができます。非常に見応えがあるモーションとなっているので、よかったらぜひプレイしてみてください。またプレートアーマー自体は非常に熱がこもりやすいのに加え、平地での運用をメインとして捉えており、山岳地帯や湿地帯では足元の悪さも相まって非常に転倒しやすくなっています。転倒すること自体が大きく不利に働くプレートアーマーを相手取る場合は地の利を得ることも有効と言えるでしょう。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回は中世後期に活躍したプレートアーマーについて簡単に解説してみました。今後も中世で活躍した鎧や武器、文化、お城などそういったものをテーマにして動画化していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではコイコイでした。また素晴らしい中世の世界でお会いいたしましょう。またね。動画をご視聴いただきありがとうございます。コイコイゲームチャンネルでは剣撃アクションゲームを中心に毎週金曜日に動画投稿、毎週日曜日に生配信を行っています。もしよかったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた戦場でお会いいたしましょう。